おやすみやめた。チャリモチャリモ。はい。チャリモチャリモ。はい。バフバフ。夫婦砲弾。夫婦砲弾です。はい。イエーイ。雨が降ってます。雨が降ってます。私たちはどこに向かってますか。サイト。ああ。サイトの先の大分に向かってます。終点は大分。そうだね。何しに行くんでしょうか。お友達の結婚式と、そう、フルフルのライブに大分で出ます。イエーイ、はい、イエーイ、ヤッホー、ヤッホー。フルフルいいでしょう。チャリもフルフルいいね。チャリもフルフルまだ見たことないよね。フルフルは何見たことない。見たことしか聞いたことない。うんうん、音を聞いたんだね。うん、音を聞いていいと思ったの。うん。なんかすごい褒めてくれたよね。うん。どう？フルフルのファンになった？フルフルのファンになって。オノモリオの平田さんのファンでもあるよね。うん。どっちが好き？そんなのダメだよ。そんな質問には答えないようにできてます。フルフルはなんでそんなに好きになったの？いやいやいや、いいから。音がっていうか曲が。うんうんうん。カツラちゃんの曲いいよね。うん、バランスがいいって言ってたじゃん。バランスっていうのは音とかのバランスではなくて。うん、すごくこうアートな感じの雰囲気と、うん、だけど分かりにくい差が全然なくて、ポップポップな感じ、アートとポップのバランスがすごくいいなと思った。確かにフルフルは私もそう思う。あとなんかこう聴きたくなるね、何度も何度もね。なんかライブの前にまた5月のライブを聴き直してたんだけど、やっぱいいわ。うん、サックスの山内かつらさんと、私がなぜか、うん、キーボードの弾き語りをするっていう面白い編成。キーボード、うん、そうだね。あのキーボードがいいんですよ。音作りを頑張ってる。うん、あのキーボードが。私何年、何十年かぶりに。シンセっていうか音をいじったよ、うん、でもその肺があるよ、あの音できたんだ私そんなことみたいな。なんか昔の話を思い出した。それこそあのあたりとかキューベースとかね、懐かしいな。ステップ入力そんなことしてたの今。シーケンサーのね。いや今回、いや昔よ。いやいや、うん、今回はやってない。だけどシンセっていうか音をいじるところ、いい、いい音。ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、エア、あ、え、エオリー、エオリーの曲だね、うん、あ、エオリーすごい曲でしょ。すごい、私すごい好きで、うん、私がやろうって言ったの。お祝いっぽい曲だな、うん、あれいい。1曲目からいいな、1曲目からこれはいいバンドだなって思うでしょう。そう、聴いてた人もやってる人もそんな感じだったよ。みんなさん見に来てください。今日見大分のアトホール、うん、チャリームも見るんだよ。俺はもちろん見に行くんだけど、うんうん、誰でも入れば、お金を払えば、うん、あとね、ケーキと小野さんのごぼうの、あのごぼうとショコラとあのフランボワーズの超美味しいケーキが食べられるんですよ。コーヒーもただじゃないんですよ。ただじゃないよ。ただじゃない。あれがただだったらダメだろう。どれライブ、それはついてない、ライブについてるとかじゃないってことね。ライブに行ったらその中で買って食べられる。どういう状況だかよくわかんない。ライブ会場でケーキが食べれる。そう、うん、超うまいんだって。あれうまいよ。また食べたかったんだよ。それを作ってくれるんだ。うん、
そう今日だね。そうそう。何時から？多分7時。夜中7時。うん、そう、大分アットホールです。皆さん見に来てほしい。見た方がいいよ。見た方がいいね。俺も初めて生で見るけど。あ、楽しみ。アットホールがまたすごくいいライブハウスでね。うん、カツラちゃんもね。いいね、サックス彼の、うん、いつも即興演奏の不思議な感じのしか聞けないけど、うん、なんか自分カツラちゃんの作った曲をカツラちゃんが吹くのがいい感じだね。でなぜか私が伴奏してるっていうね、不思議な感じなんだけど伴奏と歌と歌うのかな。そうそうそうボイス、ボイス一応ボーカルなの。うん、そうだね。あれだね、今後はいろんなことしようかなと思ってると、うん、今なんか結構声の出し方とかを、うん、メタメソッドで毎週2回レッスンでみんなと一緒にいろんなことしてると、うん、なんか全然いつもと違う出し方とか体を使ってやってるから、うん、最近すごいまた聞いたことがない音色の声が出だしてね、なんか面白いね。人間はいつまで経っても進化しますね。人間、うん、ていうか飽きてくるよね、同じことばっかりやってると。だから新しい言葉聞こえたりすると楽しいね、うん、いやー、フルフル見に来てくださいませ。見に来てください、ぜひぜひ。チャリーモも大分に行くので一緒にみんなで小野さんの美味しいケーキを食べながらスルスルの音楽を楽しみましょう。対バンもあるんだよ、大分のバンドさんたち。対バンはどんなバンドか分かんない、全く。それも楽しみ、うん、超楽しみです。じゃあそれじゃあね、皆さんまたね、来てください。バイバーイ。近くの人は来てね、来てください。